ハロハロ。ことわざを使って英語を学びましょう。今日のことわざは、怒りを移さず。腹立たしいことがあっても人に当たり散らしてはいけないということ。世の中、腹の立つことはいっぱいあります。でもそれって自分の思い通りにならなかった時に起こるものだよね。その怒りを自分の中だけにしまっておけばいいけれど、時として関係ない人にその怒りをぶちまけちゃうことだってあります。いわゆる八つ当たりってやつだ。そんな自分がムカついたからといって八つ当たりされた人にとってみればたまったもんじゃありません。それに八つ当たりしたからといって何か解決するわけでもないからね。反対に周りから敬遠されて嫌われちゃうのがオチです。この言葉は怒りの感情をしっかりとコントロールして腹が立っても相手に八つ当たりするような行為は慎みなさいという戒めの言葉となります。ちなみに出典は論語です。時は中国春秋時代、魯の国の君主哀公は孔子に、お弟子さんの中で誰が一番学問好きかと尋ねられました。これに孔子は寛解だと答えました。寛解は学問を好み、怒って人に八つ当たりすることはせず、同じ過ちを二度と繰り返すようなことはしませんでした。ところが不幸にも短命で亡くなりました。今はもうこの世におりません。彼以外に学問を好む者がいるとは聞いたことがありません。孔子は弟子の中でも特に寛解のことを可愛がっていました。同じ弟子仲間の子貢も寛解のことを一を聞いて十を知る人だと言って褒めたたえています。そんな寛解が32歳の若さで亡くなった時、孔子は、ああ、天、我を滅ぼせり、と言って同刻したそうです。いい人ほど早く亡くなるというけれど、世の中、うまくいかないものだよね。この言葉は、英語ではこんな風に表現するよ。Don't shoot the messenger. 八つ当たりするな。今日のチェックポイント。Shoot. 銃や矢などを撃つ。Messenger. 死者。配達人。直訳すると、死者を撃つな。この場合のメッセンジャーは悪い知らせを報告してきた人を指していますが、その人はただ悪い知らせを報告しただけで、別にその人自体が悪いことをしたわけではありません。にもかかわらず、その人を撃とうとするのはお門違い。というわけで、その人には責任がないのに非難されたりする場面で、八つ当たりしてはいけないと忠告したりするときに使われるフレーズです。どんなに頭が良くて知識が豊富でも、感情任せに怒りをあらわにする人は評価されないからね。どんなに相手のことを思っていたとしても、怒りは内なる敵と思わなきゃダメだよ。ムッとした時は一呼吸入れて心を一旦落ち着かせましょう。ということで今日はこの辺で。それでは次回をお楽しみにね。See ya!